皆さん写真ライフ楽しんでますか？春になってきたので、こう桜の写真を撮りに行ったりとか、いろんなところに出かけて写真を撮ったりすることが多くなってきたと思います。その中で写真を撮った後に老現像とかってやってますか？もちろんですね、こう JPEG 撮って出しだけでやってるよって方もいらっしゃるかと思いますし、老現像ちょっとやってみたいけども難しそうだなって思ってる方たくさんいらっしゃるかと思います。その中で今の世の中って何でもかんでもこう AI が自動でやってくれる時代になってるじゃないですか。で、この老現像もある程度この AI が補助してくれてやってくれる時代になってきておりますので、今回はこの AI が自動でこの老現像を補助してくれながらやってくれる機能がついてる老現像ソフトですね、ルミナーネオっていうのがあるんですけども、こちらのですねルミナーネオがですね春のセールやってますので、こちらのですねソフトよかったら、試しに使ってみていただけたらと思っております。私もですね実際に使っておりまして、自分で購入して使っております。で、このルミナーネオってどういうことができるの、 AI でどういったことができるの、老現像ってそもそもなんか難しそうだよね、お金もかかるし結構ね大変だよねって思ってる方はよかったらですね参考にしてみていただけたらと思っております。どういうソフトなのかと、どういうセールでどんな価格で買えるのかっていうところですね、よかったら参考にしてみていただけたらと思っております。で、今実際にですねこの画面お見せしていると思うんですけども、どういったことができるのかっていうのは実際にですねこのサイトを見ていただいて、こういうことができるんだよっていうのを確認していただいて、購入していただくのが一番いいのかなっていうふうに思います。基本的には AI が補助してくれながらですね、直感的にですね老現像をすることができるので、バーを一つ動かすだけで全体のですね明るさとかコントラストとかシャドウとかハイライトを調節してくれる AI が、この写真にはこういう風な感じがいいんじゃないのっていう形で、バー一つ自分が動かすだけで調節してくれるっていうものなんですよ。で、ここ消したいよねとか、この電線邪魔だよねとか、そういったものをですねボタン一つでやってくれる、AI が写真を分析して消してくれたりとか追加してくれたりとかですね、色を変更してくれたりとか、いろんなことをやってくれるので、その辺ですね、この後にですねこのルミナーネオを使った老現像のチュートリアルのお話してますので、もしですねこのルミナーネオを購入した方っていうのは、このですねチュートリアルを参考にしてみていただけたらと思っております。で、実際にですね、買う前にもこういう機能があるんだよっていうところで、確認していただいて、なるほどね、じゃあこれちょっとね使ってみようかなってところ参考にしてみていただけたらと思います。で、セールどんなものをやってるのかっていうところなんですけども、春のスペシャル最大 83% オフですね、あと5日あります。で、プランを見ていただくと、こんな感じでですね、一番おすすめなのはこの2年契約のやつですね。この金額ですね 14,380 円なんですけども、これ2年ごとですね。で、例えばですね、これ基本のですねルミナーネオに、プリセットみたいなのがいっぱいついてきます。こういったものがいっぱいついてきて、70のプリセットと35の空と45のラットとかですね、こういったもの、これね 43,546 円のやつがですねついてきて、いろんな写真に適用させることによって簡単にですね、編集、現像がすることができるものになっております。で、1年間のメンバーシップですね、これが1万円ぐらいするんですけども、これ何ができるのかというと、この使い方が学べたりとかですね、あとはいろんな機能を、ラットとかですねテクスチャーみたいなものを X メンバー専用のところからですね、通常はですね購入して追加できる機能みたいなのを、ここでは X メンバーに入ってるとですね、それを使い放題でやれますよっていうですねメンバーシップなんかもありますので、300以上のですねプリセットとかラットをですね X メンバーに入ってると使い放題ですよっていうところのですねやつも入ってて、14,380 円で2年間使うこともできます。1年だと1万円ぐらいになってますので、例えばライトルームとかで言うと月ですね1200円ぐらいなので、それ考えるとですね、ライトルームよりもかなり安くで使うことできますし、2年単位だともっとですね安くなりますので、それ考えるとですねかなり安くで使えるものになってます。もちろん、サブスク嫌だよねっていう方はですね一括で購入することもできるので、一括の場合はですね 21,980 円で購入することできるので、ライトルームで言うと2年使わないうちにもう元手は回収できちゃうよねっていうところになってますので、この1回買い切りでもいいですし、この
このね、サブスクでもいいかと思いますので、まあ、好きな方を選んでいただくといいかと思います。で、下の概要欄の方にですね、クーポンも用意してますので、それ使っていただくとですね、さらに1000円引きになりますので、13,380 円で、購入することができます。これで全部に適用できますので、この12ヶ月とか1ヶ月、1ヶ月はできないか。2年と1年と買い切りの方ですね。まあ、こちらで1000円オフのクーポンを使うことができますので、さらに安くで使ってみていただけたらと思っておりますので、この機会にですね、まあ、ルミナーネを使ってみていただけたらと思います。あと5日間だけのですね、スペシャルセールになってますので、こういった機会にですね、まあ、よかったら試してみていただけたらと思います。で、実際にこのルミナーネをどういうふうに使うのかっていうのは、この後ですね、ちょっと動画でお話ししていきたいと思ってますので、実際に画面見ながらどういうふうに編集していくのかっていうところをですね、よかったら参考にしてみていただけたらと思います。このチャンネルではですね、写真や動画、カメラに関するいろんなお話ししてますので、よかったらですね、いいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では早速やっていきましょう。はい、それではですね、実際にルミナーネオを使ってロー現像をやっていきたいと思っております。で、こちらがですね、私が撮影した、まあ、花の上に雫を垂らしてその中に花びらを写すというですね、写真なんですけども、これをですね、ロー現像していくんですけども、あの右上の方にですね、まあ、この写真に適したプリセットっていうのを表示してくれます。その中で今回はですね、この自然コレクションというのを使って、まあ、どれがいいかなっていうところで選んでいただくと、大体こんな感じでロー現像になりますよっていうのを見ながらですね、することができますし、このバーをですね、動かすと、まあ、この濃さっていうのを変えることができるので、まあ、その中で自分がいいなって思ったものを選んでやってみていただけたらと思います。さらにですね、これ細かく編集というか細かく調節もすることもできるので、この辺のですね、機能を使いながら、もうちょっとシャドウをこうした方がいいよねとか、ハイライトこういう風に調節した方がもっとね、見栄えが良くなるよねっていう細かい調整もできます。先ほどのプリセットだけでもですね、全然いいんですけども、もうちょっと細かくですね、細部までこだわりたい場合はですね、こういった編集ツールを使って、まあ、いろいろね、細かくやってみていただけたらと思います。で、この機能もね、いろいろあって、このマジックライトなんか使うとですね、面白い機能があって、この雫の中にですね、ライトの光が、まあ、1点、まあ、入ってると思うんですけども、この部分をですね、マスキングですね、まあ、マスキングってこの範囲だけ効果を適用する、例えばこのマジックライトの効果を適用させますよっていう、この範囲をですね、作ってあげるんですけども、この範囲を作ってあげることによって、その範囲だけですね、このマジックライトを適用させることができます。で、この強度をですね、使うことによって、こういう風にですね、この光の部分ですね、この光の点の部分がこういう風に攻防にですね、することができるので、こういった機能もありますよっていうところで、まあ、よかったら使ってみてください。まあ、例えば夜景なんかで撮影してる時に、こういう風にですね、まあ、光をこう攻防を作ってみたりとかですね、することもできるので、まあ、必要な時にこの機能っていうのはですね、こういうふうに、まあ、違いをですね、見ていただいて、使っていただければいいのかなっていうふうに思います。まあ、今回はどうしようかな、今回はこの機能はもうなしで、普通にですね、マジックライトなしの状態でちょっとね、編集をやっていきたいと思ってますので、こういうふうにですね、編集の中でこう適用したものっていうのを消すこともできるので、まあ、こういった、まあ、自由度も結構高いので、いろいろ使ってみて気に入らなければですね、削除して、まあ、もう一回ですね、やり直してみるっていうことをやってみていただけたらと思います。で、一番よく使うのはこのムードのところなんですけども、この補正のところでですね、露出ですね、まあ、全体の明るさをですね、調節したりとか、コントラストですね、明るいところと暗いところの差を調節したりっていうことがいろいろできるんですけども、こういったね、いろいろ基本的な機能がついてたりとか、まあ、ラットというものですね、色をですね、作り上げていく作業もですね、簡単にすることができるので、この辺がね、ライトルーム使ってるとなかなか難しいと思うんですよ。まあ、この辺の、現像のところ、この露出、コントラスト、ハイライト、シャドウとか、まあ、シャープ化とかですね、まあ、白レベル、黒レベルっていうところは基本的な部分で、まあ、そんなに難しくはないと思うんですけども、色相彩度、輝度とかですね、あとは、グレーディングですね、この辺の操作を行うっていうのはなかなかね、こうライトルームでは難しい部分でもあると思うんですよ。で、このルミナーネオの場合は、このラット機能っていうのを使っていただければ簡単にですね、色味をいろんな表現に変えることができるので、この辺はね、かなりおすすめな部分になってますし、もし必要ならですね、まあ、購入してさらに追加することもできますし、まあ、X メンバーに入っていればですね、使い放題のものがあったりもするので、この辺ですね、いっぱい追加して、こういう風にですね、色味を
簡単にですね作っていくこともできますので、これはねかなりおすすめな機能になっておりますね。例えばライトルーム使っていて、でライトルームで基本的な操作をして、プラグインとしてこのルミナーネをですね、このラットの部分だけ使うっていうこともですね、あのライトルームとかフォトショップでもできるので、まあ、これ拡張のですね機能としても使ってもすごくいいんじゃないかなっていうふうに思います。なので面倒な作業をこのルミナーネオの場合はこのソフトがやってくれるっていうところですね。でライトルームの場合はその面倒な作業を自分で基本的にはやっていくっていう考え方の違いとして使ってみていただけたらと思います。なので自分で細部までこだわっていろいろやりたいなって方は結構ねライトルームがまあいいんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、まあある程度こうね AI に任せて簡単に自分のこう見ている感じでですね、まあ、編集して、あこの感じがすごくいいんだなっていうところでバーをですね、まあ、ちょっと動かすだけで全体的な雰囲気の確認をしながら現像できるっていうのはこのですねあのルミナネオのすごくいいところかなっていうふうに思います。ライトルームの場合は一つ一つ動かして一部分だけ変えて変えて変えてっていうのをやっていく作業なんですけども、まあ、ルミナネオの場合は全体的にこう変化を見ながらですね現像していくっていう形になっていくじゃないかなっていうふうに思うので、まあ、その辺が初心者の方にはすごく使いやすい部分かなっていうふうに思います。で、まあ、基本的にはライトルームと同じような機能を備えているんですけども、プラスですねフォトショップの例えばそうですねポートレートに特化した機能だけここに、まあ、追加で入ってるっていうふうに思っていただくとすごく分かりやすいかなっていうふうに思いますね。例えばいらないものを消してみたりとか、まあ、追加してみたりっていうですねいろんなことができるので、まあ、チュートリアルでいろんなことをですねご紹介しているので、そちらもですね参考にしてみていただけたらと思います。はい、というわけですね、まあ、ロー現像ソフトねちょっと使ってみたいけども敷居高そうだなと思っている方はぜひですねこれ使ってみていただけたらと思います。簡単にですね、まあ、ロー現像することができるので試してみていただけたらと思います。セールの期間がですねあと5日ぐらいなので、まあいろいろねちょっとね見ていただいて、まあ、結構使いやすそうだなって思ったらですね、まあ、使ってみていただけたらと思っております。このチャンネルではですね写真や動画カメラに関するいろんなお話してますので、よかったらですねいいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバーイ。 I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of